はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。今日も車の中からお届けします。えー、という事でですね、まあ、連日この話ばっかりでね、ほんと申し訳ないなぁとは、ちょっと思ってるんですよね。あの、ツイッターとか、あの、LINE のメッセージとかでですね、まあ、Q さんのね、潜在意識とか、願望実現とか、まあ、そういった話もね、早く聞きたいなぁという、まあ、おしっかりとまでは言わないんだけども、まあ、リクエストね、いただくわけですけども、まあ、この動画はですね、 もうずっと一貫して、<laughs> あんまりテーマを決めずに、まあ漠然と決めますよ。今日はお金の話かなとかですね、今日は旅の話かな、今日はこの間読んだ本の話かな、みたいなことは決めるんだけども、まあ喋って、まあ10分になら15分にならちょっとわかりませんけれども、こんな感じでね、ずっとマシンガントークで、アドリブで、 もう降りてくるがままに喋るというスタイルはもうね、ずっと変わってないんですよね。で、それはあの15年前から書いてるブログも全く同じで、なんとなく書き始めてドワーって感じなんですよ。これ実は今ね、僕本の執筆してるんですけども、それも結構そんな感じでですね、最初ストラクチャーとかガーって作る時はあるんですけども、まあその通りなかなかいかないで、まあ、ある意味ジャズですね。 えー、まあインプレビゼーーションをね、繰り返す、アドリブを繰り返してですね、まあ、僕ジャズ好きなんですね。まぁ、あ、そういうテイストで、ちょっと楽しんでいただければなと思います。ですんで、僕のね、動画は、なんていうのかな、別に情報を入手するとか、なんとかって言えばですね、まあその、エンタメ的な感じで、急に聞いてもらうのが、一番いいのかなと思います。えー、というわけでですね、また、コロスケさんの話になると思うんですけども、いや、あのね、なんでこの話になるかって言ったら、まあ連日ね、ニュースがたくさんあるってのもあるし、いろんな情報が更新されてて、俺も喋りたくなるってのはあるんですけども、何よりね、 やっぱりねあのコメント欄がね熱いんですよ。あのすごいね300とか400とかさ1日でつくでしょ。それ一目全部目通してるんですよね。まあもちろん変なねなんかディスったりとかですねちあの冷やかしたあのー、コメントもありますよ。でもそれ全体の中のね400あるうちの3つぐらいでしょ多分ね。だからほとんどがですね非常に真面目なしかも有益なねコメントつけていただけるわけですよ。でそんな中ですね例えば あの、コメント読み上げますね。えー、昨日のやつなんですけども。えー、Q さん、はじめまして、台湾からコメントしてます。コロナ騒動から始まってから、台湾は初動が的確で、ウイルスの蔓延を食い止めることに成功していると言われています。実際、こちらで生活していて、不安になることもありませんし、ほぼ通常通りの生活と言っていいくらいの状況です。不思議に感じるのは、台湾は確かに初動もその後の対応も良かったと思いますが、やってることは手洗い、消毒、マスク、検温と、日本とあまり変わりません。ただ一つ、圧倒的に違うの は国民の必要以上の不安を感じていないということですね国民が必要以上の不安を感じていないねその結果 今日時点の感染者数は393人、うち半数以上がすでに回復、死者6名。本日の感染者増加はゼロでした。コロナウイルスの強さが国によって違うとも考えられないので、この国民が不安を感じていないという状況がどんなに大切なことなのか肌で感じています。恐怖を煽るメディアの情報機、検査、検査と騒いで、恐怖の果ての結果、アメリカ、イタリアを見ると、とても胸が痛みます。 えー、昨日、マイケル・レビット博士という方が、感染増加率という簡単な方法で、3月にすでに中国の収束を的中させていたことを知りました。また、その方法を他の国に当てはめると、かなり正確に収束時期がわかることを知りました。日本についてはこれからのようですが、Q さんが先日予測していた5月初旬あたりというのにぴったり当てはまりそうでびっくりします。 えー、大人学校という方の動画です。よかったら見てみてください。初めてのに、ね、長くなってしまってごめんなさいっていうこれですね。いいですね。ほんと熱いね、メールですよね。これ本当と、嬉しいですね。これね、本当ありがたいなと思うんですけども、すごくね、資産に富むんですよ。要はですね、あのー、やることってね、これ何回も言ってるんだけどさ、これあんまりね、あの、変わんないんだよね、どこもね。いや、もちろんね、国とか制度によってはですよ、さ、ロックダウンだのなんだね、その、緊急事態制限の、 で、その濃度はあると思いますよ。だけどね、あの、今、どんな主張をする人もですね、別にその、手洗いしなくていいって言ってる人いないんですよ。で、ロックダウンするしないってのはあるんですが、まあ、いずれにしてもですね、 あの、三密っていう風うに言われますけども、人とあんまり密接に喋ったり、距離を近づけたりしないようにしましょうと、そういう場所に行かないようにしましょうということはですね、誰もが一緒なんですよ。で、僕ももちろんそうなわけですね。だから僕はこのポジティブで、ね、その楽観的で、ということでですね、まあ、時々おしっかりというかね、ご批判を受けることあるんですけども、だけどね、俺が言ってんのはこれ一貫してそうなんだけども、現実的な楽観主義なんだよ。 ね。これもう一ヶ月以上前からずっと言ってんだけどね。え、もしくは、楽観的な現実主義なんだよね。だから俺さ、確かに楽観主義だし、まあポジティブだし、ね。ヘラヘラしてるよ。だけどね、その現実主義の度合いって言うたるやですね。俺多分ね、もうかなり硬いですよ。でないとね。 まあこれ手前みそな、ね、自分で言うなんですけども、まあ15年もね、これフリーランスでやってられませんって、僕何も後ろ手でもない中でですね、ずーっとやってきたわけですよ。で、その背景にあるのはですね、単なるノリとか引き寄せたのですね、ヘラヘラだろってう、口では言うんだけども、でも一方で、やることをやりましょうということずっと言ってるわけですよ。じゃあ今やること何かあったらさ、これは言うことを聞くってことなのね。はい。言うことを聞くって自分の判断しちゃいけないんで、基本的に。いや、もちろんね、裁量の中でですよ、これぐらいの自由度、 がある中ででやるのはいいですよだから、何もかもね、あのー、自粛自粛だとか、ね、その制限制限っていうのは俺違うと思うんだよね。だから今回は緊急事態宣言、えー、宣言ってのが発令されてますんで、僕はそれをもうね、もう遵守してますからね。だからその4月末に、まあ毎月やってる福岡のセミナーってのはあるんだけども、それももう5月7日、えー、つまり緊急事態宣言が解除された翌日ですね、解除された日かな、えー、にすることになっています。 会場を変えました。日程変えました。で、もしですよ、この緊急事態宣言が延長されたら、はい、セミナーは中止もしくは延期にします。だから僕はこの宣言がね、福岡なされてますんで、それに関しても、ね、もうバリバリ中のバリバリ遵守しますからね。ですんで、今、あの、ちょっと滝行に入ったんですよ。滝行にね、一週間入ってるわけですよ。本来であればですね、えー、滝の同志の下で、最初と最後をやるのが、えー、まあ、通常なんですけども、今回ですね、この緊急事態宣言の間は、 人と会わないとしてますんで。いや、もちろんね、コンビニとかスーパーとかさ、まあそういった、その、ところね、まあ会うというか別にね、あの、必要最小限のコミュニケーションはありますよ。あとまあ家族はもちろんそうなんですけども、それ以外の方と一切会いませんからね。はい。えー、Q さんあの、福岡に行くんですけども、ちょっとお会いいただきましょうかとかですね、なんか飲みに行きませんかっていう、えー、で、リクエストにも、もちろん答えませんし、ね、その、 そう。電話とかね、スカイプとか、あの、ラインとかもちろんしますけれども、もう一切会いませんからね。で、そういう意味においては、まあ申し訳ないですけども、お勤めされていて、どうしてもね、仕事に行かないといけない方は、ね、やっぱ会うでしょそれは仕方がないですよね。それはもうお仕事だから仕方ないですよ。まあリモートワークとかですね、テレワークとかが、まあ推進しろと言ってるのがもう、まあそれも限度はありますし、満員電車とかですね、まあ、満員じゃなくてもバスとか、えー、えジディンゾーン、周りの乗客とですね、クローズな、 空間にね、いないといけない方いっぱいいらっしゃるわけですよ。で、僕はそれしなくていい、まあ状況だからってのあるんですけども、でも一切もうバリバリ遵守しますからね。だからね、もう一回言いますけれども、あの、政府とかですね、これ自治体の方針に従うってことなんですね。まあ逆にですね、こんな人もいるわけですよ。えー、福岡はですね、あの、いろいろ児童手当とか、割と手厚くなってるんですね。 で、僕がその、なんつかね、給付金もらえるかどうかわかりませんけども、もしもらえるんなら、俺もらえられますよ。はい。もらえます、普通に。はい。で、それは自分の権利だし、それはきちんと今回の状況にコミットしてるってことですんで、いや、あの、Q、さん稼いでるんだからいいじゃないですか、とか。まあ、言う人もいるかもしれませんけどね。いや、でもそれはそれですよ。ね。っ <laughs> て言ったらなんか <laughs>、何言うてんやんって思われるかもしれませんけども、要はね、もうね、もう原理主義と言っていいぐらいに、俺はもうガチガチに物を守るっていう主義なわけですね。まあ、その上でですよ、心はペラ 自由に行こうぜっていうのがまあ一貫して伝えてることなんだよね。だからね、前あ三密守りましょうね。うがい手洗いしましょうね。であと最近いろんな情報があるわけだけども、その辺の公共施設ペタペタ触るのやめましょうねとかですね。まあ公衆トイレですね、なるべく使うのがいいですよねとかですね。まあいろんなその 知らない方がいいという情報更新されますので、まあ、それは厳密に自治体とか政府がですね、禁止してるわけではないにしてもですね、あ、これはまあ、自分のその自由の裁量の中でですね、あ,あまりやんない方がいいかな、ということはもうやんない。はい、その方が俺の中で。 人生とかこの生活するための最適化された選択肢だからです。僕の最適化っていう言葉をよく使うんだけれども、要はそのゲームの理論みたいなのね、まぁ、あ、ちょっと難しい話なのかもしれませんけども、いろんな選択肢があって、で、向こう側にこういう選択肢がありますと。で、これとこれ、向こうはこう出たら自分はこう出るみたいなんですね。そういったまあ無意識も含めていろんな出方がですね、あるわけですよ。で、その中で、じゃあどうするのがお互いにとって最適化っていうことですね、まあ無意識ももしはめちゃくちゃ計算してやってるっていうことですので、じゃあ僕の今の最適化された選択肢は政府とは自治体の方針にガチガチに守って で,で、そうじゃない、自分が自由の裁量があるところは、それをきちんと行使するっていうところだって、もらうのもきちんともらうっていうことなんですよね。えー、というわけでね、今日また、その話ばっかりで、ね、もう五択続いてますけども、まあ、僕のこの YouTube さ、しかもこれ今ね、もう,う、うらぐ,らぐらぐらしてるでしょ。もうちゃんと固定しろって言うんだけどさ、それ固定する感じゃないですよ。俺、これ自動リボンさ、ガーと伸ばして、このね、腰のところに当ててるだけですから、ちょっと揺れちゃったら本当申し訳ないんですけども、まあ、そんな感じで、あのー、まあ、楽しくね、 やっていこうということです。ですんで、いろいろ不自由かもしれないし、自粛制限があって、窮屈かもしれませんよね。だけど、決まりは守ろうぞと。ね。決まりは守ろうということですよ。その上で、頭はっぱらパーで行こうね。 頭パッパラパーね。はい。それでいいんだよ。ヘラヘラしていきましょう。自由にいきましょう。そして前も言ったと思うんだけれども、ね、頭の中の自由だけは絶対奪われちゃいけない。えー、というかですね、今、ネガティブモードに全国になってる中で,ですねで、ワクワクして願い書いたりさ、これ終わったら何しようかーっていう、なんか希望を持ってたりわけですよ。で、タイムラグの法則とあるわけね。ちょっと潜在意識の話するんだけども、今こうやってワクワクしてその感覚でですね、あのー、願ったりですね、イメージしたことは、大体まあ、最長3ヶ月後くらいかなうわけですね。 ね、その中でですね、あのー、自分の今の感覚とかですね、この波動って言っていいのかな、それはめちゃくちゃ大切なんですよ。これよくね、あの、願望術家のパラドックスみたいな話のかで言われるんだけども、ね、例えばその、 素敵な彼女を見つけたいっていうふうに願望するとするじゃないですか。でも、潜在意識の法則化するとですよ。素敵な彼女を見つけたいというふうに願望してる時点で、自分には今素敵な彼女がいないということを強化するっていうふうにね。これもまあ僕よ,よく言ってるんだけども、潜在意識のね、願望実現のパラドックスって言ってるわけですね。本当はこういうふうにありたい、こうなりたいというふうにアファーメーションしたりイメージングして進んだけども、願望実現とか引き寄せのですね、具体的なテクニック、アクションをすればするほど、今そう そうじゃないということを強化するから潜在意識でその強化された部分が現実になるんですよということでだから願えば願うほどその願いが遠ざかるんだっていうパラドックスをですねえがあるんだということをねまあ過去の動画でもいっぱい言ってるわけですしかしながらこれはですねパラドックスを乗り越える方法があるというふうに言っていましたそれは何かというとですねまあこれねどっかあのよ ポモドーロの法則って言ったりもするんだよね。あの、これ僕が勝手に決めてるわけだけどね。何かあったら去年ね、あの、5月、えー、自転車でイタリア行ったわけですよ。まあ、それまでね、スイス、オーストリア、ドイツってさ、まあ、最初はいいんだけどね、なんかご飯がね、もう塩味しかないんでよ、そね。で、それがね、アルプスを超えてチャリンコでですよ。俺んで、まあ、最初のマシに入って、スパゲティ食ったんで、これが、イタリアのパスタスパゲティだと思ってさ、スパゲティポモドーロを食ったんで、それ、何やこの、何このオリーブと、 このトマトの感じ。何この。 麺のもっちり感って、このアルデンテっていいんですかで、口の中でその、とろけるような、もちもちした歯応えと、その、ちょっと残った芯の噛み応え、なんだよこれはって言った時に、もうその時にね、ネガティブなことを思えないんですよ。だからもしその時、素敵な彼女を見つけたいと思ったらですね、まあ、感覚では、あ、俺今彼女いないもんな、という、どちらかと言ったら、まあ、しょんぼりした感覚になっちゃうんだよね。だからその、しょんぼりしたネガティブな感覚が現実になるんで、まあ、その、 ね、あの、願望実現のパラドクスに陥っちゃったある地獄のようにやって、で、引き寄せは嘘だとかですね、旧さんの言ったら潜在意識の法則は嘘だとか言ったりする人いるんだけども、違うんだってことなんですね。いい気分でいようって俺ずっと言ってるわけですよ。そのいい気分でいるときにね、まあ、例えばですよ、ポモドーロ食ったんだよ。別にポモドーなくてもいいけどね。赤ワインでも白ワインでも何でもいいですよ。で、食ってるときにさ、何 <laughs> これ。 やっぱりさ、イタリア来ないと、みたいな。ねえ。まあ、日本食とかね、前言ってるから、ね、やっぱりね、イタリアっすよみたいなことでですね、もうふわーと多幸感があるわけですよ。ねこほで、もうもちもちの麺でしょトマトでしょもう地元のトマトですよねねほで、オリーブオイルでしょで、チーズちょっとかけてですよほれで、白ワインね。チンチンに冷えた白ワインをですね、食ってね、飲んで、その、口をね、洗い流す感じにするわけですよ。そしたらまたもう一回ね、二回目、三回目のね、この、 ポモドールはさ、もう、もう俺めっちゃ幸せやんって、めっちゃ幸せやん、めっちゃ幸せやんって言ってる時に、素敵な彼女ゲットとかですね、月収100万円とかですね、1億円当たったとかですね、まあそういうわけですまあ宝くじはね、なんかちょっとあれだけどさ、でも、まあ、自分でできる範囲、努力してできる、イメージングできる、それはリアリティとしてありありとですね、あの臨場感持てるような願望であればですね、それかなっちゃうんですよ。 もう一回まとめますね。はい。願望実験のパラドックスってのがあるわけなんです。それは何かと言ったら、願えば願うほど、そうじゃないことを潜在意識に強化させる。え、インプットさせるから、願えば願うほど願望が遠ざかるという。で、そういったパラドックスに陥ってる人いるんだけども、それを乗り越える方法は何かったら、いい気分でいるってことなんだよね。だからその、願った時になさ、すごい、あ、彼女ってねー、なんか、あーデートして、 ねいいなあという気分がね、出てくる人はいいですよ。自然と出てくる人はいいんだけどさ、必ずしもみんなみんなそうなわけじゃないんだよね。でも俺はそのパラドックスっていうのは別にね、テクニック使わずとも、いや、今度ね、アゼルバイジャン行きたいよねとかさ、なんかいろいろ思っちゃうわけどそれもうその瞬間リアリティやるわけですね。チャリンコでまた今度5月さ、北海道から東京まで行くんで、うわ、めっちゃ楽しみだなっていうの方は、すごくリアリティやるから、それ実現しちゃうわけですよね。いろんな人と会いたいなとかですね、なんか楽しい人とかですね、いろんなから見たいなみたいな感じで思うわけでしょ。そしたらすごくもうその時点で俺は願った瞬間、 にに臨場が出るるようももインプットされてるがいいんだけどもそうじゃない人がいるわけですよ。そうじゃない人はトレーニングが必要なの。それ何かあったら、ポモドーロ振ってもいいし、赤ワイン振ってもいいしね。まあこういう具体的なこと言ったらさ、いや僕はイタリアは今ちょっとね、あのコロナで忙しいんで、ね、ちょっといけないじゃないですか。どうしたらいいんですかとか言う人もいるのに違うよね。わかりますよね。それはもちろんですよ。猫ちゃん抱っこしてもいいし、ね、ワン、ワンちゃんをね、こうやってやっててもいいわけですし、自分が本当に心地いいなと気持ちいいなーと最高だよね。いい気分だよねーっていう何か状況を作るわけですよ。 だから猫なら猫でいいですよ。猫こうやってだけながらさ、猫かわいいね、とかね、言いながら、ね、もう彼氏ゲットとかね、月収100万円とかさ、イタリア行きますとかね、なんかそういう具体的な願望を言うと、そら、本来であればですよ、願望づきのパラドクスで願った時に、嫌な気分ね、そのイライラした気分とか、俺かなってもねえもんな、という、イライラした感情になるのを上書きできるんだよ。 上書きできるわけ。そうやっていくわけね。だから、ずーっと、エブリデイ、エブリビオ、エブリシング、イズ、イい気分に、ずーっとしていくとですよ。ごめんなさい、ちょっとずれちゃってる俺。ごめんなさいね、なんかね。ほんと。は、え、い、ー。えー、そうやっていると、叶うってことなんですね。だけどね、今ね、ね、コロスケちゃんがいるわけでしょね、必要以上に恐れるわけですよ。ね、必要以上に恐れてるとさ、 ねえ、もう叶うも,のもか叶わないわけなんだよね。やっぱ恐怖とかあるから。だから俺さっきの台湾のね、例ですごく下に伴うなと思ったのは、もう必要以上のですね、恐怖を、ええ、要するに植え付けないってことなんだよね。だから俺はね、その政治家っていうのは何が大切かっったら、あの、やっぱりね、 ああ、白、うしろ、制限だろうですね。いうこと聞いてください。お願いします。っていうのはいいけどもさ。でも、なんかどっかでさ、いやー、お前ら大丈夫だから、ってね、別にね、安倍さんご前らとか言わないと思うけどね。もう、野党の格好の餌食になりますけどね。まあ、いいよ。ね、ちょっとノリで、ノリでね。安倍さんでも誰でもいいですよ。ね。お前らさ、って国民にさえしてさ、大丈夫だから、ってね。ちょっと今守ろうよ、と。ね。そういう感じでノリで行きたいよね。なんとなく、お願いします、お願いします。いやー、あの、店を閉めてくれたらちょっとありがたいんですけどね、とか言わずにさ、ね。 いやれね、今辛いと思うよね。店閉めるんでしょそれ辛いよね。冷蔵庫の電源も切らないといけないんだよね。そこは辛いよね。だけど、家賃の8割補助するし、これ福岡県ですけどね、福岡市か。8割補助するし、ね、その、従業員の手当も、俺たちができる範囲でやるから、1ヶ月とりあえず、頑張ろうぜと。ね。 だけども、それ頑張ったらさ、まだ先のことがどうなのかわかんないけども、俺きっといい未来があると思うよ。明るい未来があると思うよ。だから頑張ろうぜってさ、言わなきゃいけないんだよ、阿部ちゃんもう。うねこれマスク、こんなマスクしてる場合じゃないんですよ。ちっちゃいマスクしてる場合じゃないんですよね。もうねここ今さ、俺の周り誰もいないから、俺マスク取るからさ、で、取って、取った方がね。 エネルギー伝わるから俺言うけどさ。ね、今辛いかもしんないし、世界中でコロナがたくさんあるからさ、みんな我慢するときなんだよ。三密守ろうぜ、ガーゼしようぜ、マスクしようぜ、手洗うぜ。ね、だけども、この先のことは俺はっきりまだわかんないんだけども、でも、俺はきっといい。未来が来ると思うんだよ。特効薬とかワクチンも、今みんなさ、お医者さんとか研究してるとかさ、寝ずにやってるんだよね。俺たちさ、寝れるだけでもさ、 ありがたいよ。ほんと、医療従事者の方々にさ、本当めちゃくちゃ感謝するから、もう、足をね、向けて寝られないんだよね。すげえみんな頑張ってんだよね。だからさ、ちょっと我慢しようぜっていうのね。で、そうやって安倍さん言おうぜ、と。もう俺が言いたいぐらいだよね、そこでね。<laughs> そしたらさ、よっしゃ、頑張ろうじゃないか。ねえ、な野党なんかにさ、舐められて黙まるかって、ね、な、んね、なんかとかっていう、議員俺知らないけどね、立憲の、なんか、えー、その株式庁の、どっか、あのー、なんとかキャバレットの行ったとか。で、その、 口の裏ではですよ。ね、なんかロックダウンしましょうとか。お前の人生ロックダウンだよ、そんなんで、ね。何キャバクラ行ってんだよ。セクキャバっていうのわかんないけどさ。行ってさ。ほんまあいいけどね、もう。 個人の自由かもしんないけど、お前立場っちゅうものがあるからな、やっぱりな、ほんと。ね。まあいいや、そういうのはいいんだけども、もうやっなんかで舐められてたまるかって感じで、安倍ちゃんもさ、ガンガン行こうぜ、っていうことですよ。で、みんなに希望を与えてさ、明るい未来みんなで一緒に作っていこうぜ、って言ったらさ、みんな感動するじゃん。ああ、でもね、少ないね、もう、限られた、その、 財政の中から、俺たちにマスク2枚も配ってくれるんか、ありがたいよね。ね。30万とか10万とかね、議論してくれてありがたいよね。しかも自治体もすごく頑張ってくれてんでね。福井県は、子供1人6万円すげえよね。頑張ってるよね。って。いや、みんな本気だよね。俺たちもやっぱり、明るくさ、悲観するんじゃなくて、守ることは守って、ね。一生懸命、するときはしてさ、楽しくやるときはやって、心だけは自由に、ヘラヘラするときも、 ヘラホロしてさ、ね勉強して、仕事して、1ヶ月後、2ヶ月後に、わ、wow、ーって言えるような、いい未来作ろうぜ、明るい未来作ろうぜってみんな言おうやってことだよね。ね。必要以上に恐れる必要ないんだよ。適度に恐れよう。健全に恐れようね。健全に恐れることは大切。で俺めっちゃ怖がりな実はね。ほんとはね。分かってると思うんだよね。めっちゃ怖がりなんで、こう言って言ってんだけどさ、ね。 俺に鼓舞してんだよ。俺のポジティブは何かとさ、ネガティブを極め切ったポジティブだからね。わかります単なるパッパラッパー。 なんだけどね、本当はね。うん。ネガティブを極め切ったんだよ、実はですね。まあ、この橋はどっかでしたいと思うんだけどね。まあ、今日ね、願望ですね。パラドックスの乗り越え方とか分かりましたね、その乗り越えるためにはですね、まあね、コロナとかのニュース見なくていいんですよ。ね、女、この民主党っていうの、立憲の議員、こいつファンキーだもんね、と、自分でロックダウンしだから自分のね、議員生活ロックダウンされてるよ、<laughs> って、笑いながらさ、ね、言ったらいいんだよ。いい気分で笑いながらね。じゃあ、これ終わったら、 明るい未来をみんなで作ろうねって、俺の人生、私の人生もきっと良くなるよねって言いながら過ごしていこうよと。そういう話。まあ今日もあの、ばばっとアドリブで話しますけども、最後に一言言いますね。未来は明るいありがとうございました。